量のデータ、その全てを活用できたらどれほど素晴らしいことを起こせるだろう。人工知能とアナリティクスで新しい知見を導き出し、日立は IoT 時代をリードしていきます。そして様々な人々とより豊かな未来を作っていきます。未来はオープンだ。アイデアが変えられる。それが日立の社会イノベーション。今世界中であらゆるものがネットワークにつながり、可能性が広がる一方で新たな脅威も生じています。だから日立は IoT 時代に求められるセキュリティを様々な人々と生み出します。そして現実とサイバー空間両方から人と情報の安全を守っていきます。未来はオープンだ。アイデアで変えられる。それが日立の社会イノベーション。私はあなたを乗せている。昨日も今日もきっと明日も。私はいつも夢を見る。新しいデザインで、新しいシステムで、新しい心遣いで、あなたにとって新鮮な空気のような存在になりたいと。あなたを思いやること、心地よくすること。ヒューマンフレンドリー日立エレベーターエスカレーター。これは思いを託した曲、運命です。そして室内を快適にする運命を託された新しい日立のエアコンです。進化した暮らしカメラで見て、熱を持った天井を直接冷やすから部屋中を快適に冷やします。日立は暮らしカメラ4を足し算。快適。何？日立エスタイルネックス。